はようございます。1万円稼ぐまで帰りません。2020冬スタート、いきます。やだ、どうなんだろう。1年前は爆なりでしたけど、2020年冬はどうでしょうか。いやー、もうブーストもね全くないですから。さあ、もう1年前と違ってブーストも消滅してるんで、シミだけが頼りですね。中心行きましょう。よいしょ。はい、というわけで、しっかり無音で初台に到着しました。冬なるはずなんだけどな。ならないね。なった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 よ。帰れません。一発目は初台マックです。あざます。店の前の地蔵を抜きました。ピー、あ、こんな感じですね。いや、もう全然ならねえこれ。帰りてー、全然ならねえじゃん。初台から、今原宿ですね。全くならず20分ぐらいかな。真逆の店になりました。これはまだ近いから行きましょう。あ、スタバね。マジかよ、代々木。いや、初台にスタバあるでしょ。2倍ぐらい遠いとこから頼んでるよ。はい、素晴らしい、謎汁改善されてます。来た、ついにピーク料金100円。ただ9分先、どうすっかなこれは。まあ行くか。いや、新国立競技場ですね。完全にできてる。どうでもいいそんなの。ああ、もう坂ばっかりだな。うわ、坂坂。いや、こいつ何なんだ。何のランプもつけやがらない。きつい。きつい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 。まだ4軒目。オッケー、いいぞ。ジュズってる、2連ジュズ。しかもピーク料金100円ついてますね。100円かい。まあでも100円でもついてないよ。じゃあね、さあ、このピーク料金がいつまでつくかだよな。ピー、いや、マジかよ。原宿から初台、何これ。やっぱ仕事選ばないとロングばっか飛んでくるな。まあでも中心で稼働してたらしょうがないよな。いや、でもこっから初台まで飛ばされたら、まあ戻ってくるのがめんどくせえ。だってロングであればあるほどこれまた稼げないでしょ。で、まあピーク料金一応これ125円ぐらいかなついてるけど、それあって、まあ前の料金体制のノンブーと同じぐらいでしょ。いや、これはないわ。やっと初台まで来たわ。もう汗ダクダクなんだけど、もう足ちょっと限界来てるんですけど。お、ジュズった。ピザハット初台、しかもピーク料金100円ついてた。珍しい初台で。ピー、よし、ピック完了です。いいね、渋谷のど真ん中にドロップだ。これでまた中心部戻った。まあ、0円で戻るより全然いいからね。金かけて戻れる、最高です。いいね、ドロップ前にまたジュズりましたよ。渋谷で125円。 OK。
ラブホ。ああ。ラブホです。はい。普通に若い女性でした。よかったよ。うなぎ食いてー。あんま好きじゃねえけど、昨日ちょうどうなぎドラマで見たんだよね。それでうなぎだよ。行きましょう。しかも今ピックした商品上だからめっちゃ高いぞ。これ多分4000、5000円ぐらいするんじゃない。さすが、ラトゥールの住人ですね。いやさすが女王を頼むはずだわ。てか今ピーク料金150円ついてるな。一軒でも拾いたい。3時間で4277じゃん。まあまあいいんじゃない。どうしよう、どこ行こうかな。ここから代官山行こう。よし、ここは代官山だ。何バス停案件、珍しい。目黒方面行きのなんとかバス停で受け取ります。坂何これ、何この坂、やばいだろこれ。引くわ。うわ意味ない坂、すぐ下るじゃん。意味ねえ、登った意味ねえ、坂が意味ねえ、坂の意味がない、坂の意味。ここがバスの通り道だ。また坂かい、また坂かよ。もう坂、登った坂の分貯めときたいんだけど、もし坂坂の実があったら速攻食べるわ。金槌になってもいいから坂坂の実を食べる。登った坂の分貯められるやつ。600いくらはでかいけど、市民エリアから離れちゃったわ。早く恵比寿代官山エリアに戻らねえと。もったいねえな、125円ついてるから。やったけどピーク料金外だな。しかもなんか飛ばされそうだし、あーまあもうどうせならなそうだしな。行くか。アザブ、また西アザブ、恵比寿から。これは3キロぐらいあんのかな。いやもう全店舗2キロ圏内から頼めなくしてほしいね。やっと半分、5400円です。今3時間半経ってますね。まあこのペースだったら7時間で終わるけど、こっからもう多分シミがないからな。もう足が限界だわ。いやだって1万円以上稼いだのって1ヶ月以上前だよ多分。やべえでしょ。専業かよ、これ専業ですか。なんだよこれ、ロングしか来ねえよ。自転車のロングタンとか一番影響受けてんじゃないのこれ。自転車はめっちゃ時間かかる上に疲れるからね。もう帰れま10終わったらマックしかやんない。バカらしいわ。いやもう飛ばしに飛ばされ、ここは都立大ですね。何都立大って、人住んでんの都立大って、どこだよ。どんだけ飛ばしてんだよこれ。やだ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 。っていうか最初のさ、入り口のインターホンを押してさ、繋がってるのかどうなのか分かんないからね。こっちは全く分かんないインターホンあるから、いやほとんど分かるんだけど微妙に表示というか点滅が変わるから、ほとんどのところは分かるんだけど、たまに全く変わらないところがある。だから向こうがはーいとか言ってくんないと、え繋がってんのかどうなのか分かんない。普通にずっと待たれる。なんかで向こうはなんか、いやウーバーですぐらい言えよみたいな思われるっていう。インターホンピッと押してはーいはーいとか言うの当たり前なんだけど、何無言で待ってんの。まあでも受け渡しの時に見たらめっちゃ若い子で笑顔だったからグッと押したけどね、全然押しますけどね。渋谷若干染み出てるな。100円、めっちゃ狭いけど範囲が、いや全然縮小拡大できねえし、そうがビクビクしやがって。っていうか都立大から中目まで無音なんだけど、
最悪、ケツ痛ぇっていうか、ケツ久しぶりにウーバー稼働したらめっちゃケツ痛ぇわ、ケツズレがやべぇ。いやと思ったら恵比寿のコーヒー屋がなりましたね。しかもアイスカフェラテ一つだけ、近くであってくれ。じゃあめっちゃ近い、やったぜ。いや今日10件以上やってるけど初めて1キロ以内の案件だね。まあ坂は登るけど絶対坂は盛り込まれてくるからな。いやこれエグいよ。お、ジュズったな、ジュズったジュズった。しかもそんな坂急じゃないわ。ラッキー。恵比寿配達員めっちゃいたな。信号待ちで4人ぐらいいたぞ。でもジュズってる。てかジュズったとこサンマルクか。サンマルクもウーバー加盟したんだな。あとはドトールですね。ドトールを残すのみ。ピーデーサンマルク漏れてましたね。ホットコーヒーじゃない、ホットミルクティーだったんですけど、なんかあの蒸気穴みたいなとこから多分ボコボコボコってもう漏れてた感じですね。もう渡す時にも漏れてるって気づいて、もうピンポン押しちゃったから、もうそっから吹く不幸にも吹けなかったけど、ちょうどね妖怪腕出しだったんで、まあいいやと思ってそのまま渡しました。カッてできて、カッてなんかもうビニール袋に手を触れた瞬間にこうガチって掴んでガーって突っ込んでいきましたので、まあそれで多分漏れたんだろうなって思ってくれるでしょう。入らない、もうドーナツだから温かいとか冷てえとかねえだろ。ここだけ閉まってれば吹っ飛ばないでしょ。でまた原宿から代々木、さすがに今の時間で代々木戻されたらもう中心行きたくないな。初台マック地蔵するか。OK、ドロップ完了。初台戻ってきました。で今、ぴったり16時ですね。8234円。どうだろうどうだろうこれは、とりあえずもう戻ろう。最近の初馬はどうなんでしょうか。なるのかな。もう宝南マックがねえぐいから、それよりはなるみたいな聞いたんですけど、おう、まさかの地蔵配達員ゼロだな。多分今宝南マック5人ぐらいいるんじゃない。よし、いや初地蔵ですよ。初待機、今日一回も待機してないからね。考えてみたら鳴ったけど、なんか変なとこ鳴ったな。マックじゃなくて下、何ここ。あ、ココイチ、こっちのココイチ俺初めてだ。次ターリー屋ですね。ピー。いや、自宅方面ドロップだけど、まだあと3件ぐらいやんなくちゃいけないんだな。日が暮れるまでには帰れなさそうだ。いやーちょっと迷うな。もう宝南マックまで1キロぐらいのところまで来てるんですけど、今9177円なんですよね。宝南マック2軒じゃギリギリ行かないぐらいなんで、それだったら笹塚のとこで2軒やってクリアした方がいいかな。どうしよっかな、どうすっかな、迷うな、迷う。ただ完全に流れ的にはこれもう宝南マック行けって流れなんですよね。ちょっと流れに身を任せよう。宝南マックだ。鳴ったよ鳴ったよ。宝南マックではないけど松屋かな、バーミヤン。絶対蹴ったやつだろう誰かが。まあでもこれ狙いでもあるんですよね。まあマック1軒取ったらもう300円400円ぐらいだから、バーミヤンでめっちゃ飛ばされてくれれば500円台稼げるから、
それで2件で終わりかなって感じですね。ピーバーミヤンどこまで飛ばされるか、配達開始します。うわあ、全然飛ばねえわ。マックレベル、これじゃダメなんだ。逆にダメだ。こういう時に限ってね、飛ばさないんだよな。いやまさかのおせんべい陰性もらいました。めっちゃ久しぶりだな。物もらったのめっちゃ久しぶりだわ。残り418円、以上なら1万円です。微妙な金額残っちゃったよ。本当にあと1回で終わりたいわ。もう飛ばしてくれ。飛ばしていいよ全然。バーミヤンの本領発揮してくれ。こんな近くじゃバーミヤンじゃないだろこれ。お前が来たらこんなもんじゃないはずだ。ダメだ、ホーマ地蔵4人ぐらいいるな。まあホーマじゃなくて蹴ったの、ホーマ地蔵が蹴ったの狙いなんで、まあ全然いいんですけど。もらったものは何でもうめえ。めちゃめちゃエビの旨味がすごい。やっとなったよ。50分ぶりになりました。ピピッとアキッチョ、これは飛ばしてくれるでしょう。これで終わりたい。ピー飛ばしてくださいよ、これで終わりたいよ。ゴー。うわ終わんねー、これ多分あと1件だわ。いやこれ400いかないよな。418円いけば終わるんだけど微妙。いや終わんないな、めっちゃ近いもんこれ。確認しましょう。頼む。うわあと16円。ああ疲れた疲れた疲れた。ああくそ疲れた。光マンです。8時間15分21件14,404円。走行距離 77.4 キロ。1年前のちょうどこの時期、帰れま10、冬やったんですけど、6時間10分で終わってるからね。そっから1年経って1万円行くのに8時間15分かかりました。2時間も余分にかかってると。そして走行距離も多分えぐいよこれ。63キロです。1年前。今日77キロ。だから、これどういうことかというと、10キロ以上余分に走らないと、1年前と同じ1万円には到達できないと。そういうことですよ。まあ詳細ですね。ウーバーフリートちょっと見てみますか。今日ね、キャンセルゼロです。全受け、まあではないですけど、1件、取り逃したっていうか、うわー、なんか遠いなーと思ってたらずーっと、メーター最後まで行っちゃって、結局取らなかったっていうのが1件あったんですけど、それ以外全部取りましたので、応答率 95.45%。で、キャンセル率 0%。で、1件あたり495円の、まあ、時給1253円。1年前は1600円ぐらい行ってたんだけどな。寒いなら、慣れ。1時間あたりの乗車回数が 2.5 回。3件ない。で、1回あたりの平均距離 2.09 キロ。めっちゃ遠いのが何個もあった感じはしてたけど、まあ、最後の方でなぜか方南町、方南マック1件も取ってないんですけど、バーミヤン、アキッチョ、ピザハット、もう全部これ毎回ロングの確定の店なんですけど、今回なぜかね、全部ショートでしたね。2キロ圏内。
終わりです。